わっしゃーい。私はどこに来ているかと申しますと、和歌山県和歌山市マリーナシティに来ています。いや、宮がおるやん。今日の企画は、はい、あそこから、はい、ここまで、うん、ダンボールで渡ろう。イエイ。カメラブレブレない。制作してますダンボール。はい、こちら。はい、ってことでね、やっと当日来ましたよ。じゃあちょっと船紹介する。なんということでしょう。美しいフォルムとは程遠い薄汚れた見た目の箱の形をした段ボール。彼らはこれを船と呼んでいるが、常識から浮いているのは彼らの頭であろう。どっちが前かもわからない。ペプシの方が前なのか何もわからない。これもひどい船だ。いや、船ではない。ただのゴミのようだ。一日かけて作ったゴミを川に浮かべて渡ろうとしているのは若干23歳の男たち。無職である。ってことで順番に渡りますと川を。そう、ナイさん今回カメラマンということで、俺とヒロトが体張ると。渡ったやつとどっちも渡ったらタイム早い方が勝つと、うん、いうことで。はい、じゃあ行きましょう。はい、さて今から決戦が始まろうとしています。さあ渡り切ってこれるのでしょうかね。はい、じゃあそこにね、ダイさんがな、ちっちゃいな、ダイさんがいます。青い空、白い雲、綺麗な海、愚かな人間。では、ヒロト選手、はい、意気込みをどうぞ。まあね、きちんと巻いてるんで、沈まないと。丁寧に仕上げてきた。そう、こっち前にしよう。そっちを先頭にしちゃう。ペプシの方を先頭にしない。はい、では準備ができましたか。行ってください。行きます。行った行った。あ、なった。沈没。いや、行けてる行けてる。僕らがアホなことやってる横で結婚式やってて楽しそうですね。やばい。無理です。ヒロト、ヒロト墜落。戻ってきた。バカ野郎、やる気あんのか。もう乗るとかでもなかったよ。こいつ俺の気持ちについてこれやんだ。ヒロトはほんまあかん。雑魚すぎる。船の作りがなってないね。行きます。そのオンボロで何言ってる。行くぞ行くぞーって叫んでたけど、多分5メートルも進みませんね。この感じやったら速攻沈没して終わりやわ。行きますわ。見せたるわ、リーダーがなんていうものかよ。走ってきた走ってきた走って、アホが走ってきた。
どう選ぶ、こいつは。さあ、まず浮くのか。浮いている、ダンボールは浮いている。それに乗れるのか、そもそも。あれに乗ろうとしています。ダンボールに乗ろうとしています。乗るのか、乗るのか。あっあかーい言うてます。制作費一日の段ボールが僕らの時間は無駄やった。あかーん言ってましたわ。進む進むことなく終了。進むことなく終了。無理だこれは。あれどうなんですか、実際どうでしたか。あのね、賞味、ダンボール置いた瞬間、俺はね、ダンボール置いた瞬間受けるわ、思ったマジで。一歩で、あかーん言うてたやん。宮川おったで。あかーん言うてた。俺もね、取った瞬間ね、あ、いけるわと思ったやん。マジ。でも、取った場所が浅すぎて、地面で、そのままダンボールがクシャーンなって思って、どうすんの。遊ぶか。遊んじゃう。遊ぼう。行ってこい。